ヒメワラビティリプターストーレスアナバリエーション。クレバータはヒメシダ科のシダ植物。柔らかくて細かく裂けた葉に毛が多い。火力性の双本。根茎は短くて階上になって斜めに立ち、輪ペンがあり、葉を多数生じる。傭兵は長さ40から60センチメートル、時に100センチメートルに達し、笑い色だが気分はやや太くて色が濃い。 毛があるが次第に脱落して無毛になり、また基部には鱗片がある。根茎と傭兵基部の鱗片は非新型で大きいもので、長さ1 5トル幅3ト、mm、ル褐色から泡褐色で膜質、縁と表面に毛があり、基部が多少木質化し、そのために脱落後についていた部分の表面がザラザラになることがある。は、 長さ50から1 0 0トルだが小さいものは3 0トルから大きい場合には1 3 0トルまで。幅は30から6 0トルだが9 0トルに達することもある。外形としては、広玉五条長楕円型で、先端はやや突き出し、基部は広いくさび型で3回右上、新列から複製。右辺には、柄があるが小右辺には、 柄がなくてその基部は斜めに広がった草び型となっている。列片の基部は小右軸に流れてつながり、狭い翼となる。列片の円は鈍い巨子が並ぶか、多少とも右上に浅く裂ける。側脈は分子しないかにさ分子し、その先端は円に達しない。葉面は黄緑色から単緑色で、草質、傭兵から葉面にかけて、毛が多い。放射能群は、 劣片の中六と縁との中間に並んでついており、包み膜は小さくて、腎臓型で毛がある。和名は姫わらびであり、わらびに似ているが、葉がより細かく分かれ、しかも薄くて、弱々しく見えることによる。ちなみに、池畑は、姫というには大きく、わらびより、品があるからか、と書いている。本州では、東北地方中部以南、四国、九州で見られ、 国外では、東南アジアからオーストラリアにかけて広く分布する。また北、アメリカにも帰化している。琉球列島には分布しないが、後日の基本編集であるアラゲヒメワラビは、各島に見られる。低地の日向から村落内まで見られ、雑草的な性質を持つ。山野に普通に見られる。基本編集は、アラゲヒメワラビ T、トーレスアナバリエーション、トーレスアナと呼ばれる。 本編集より大柄で毛がより密に生じる。また、多細胞の毛がより多く、五細胞からなるものが含まれるという。本編集より南で見られ、伊豆諸島、四国南部、九州西部、南部、琉球にあり、日向の林園や川沿いによく出現するという。また本種に似て、毛のないものを、トウヒメワラビティ・ロイフラバイアと呼び、これを、田川は、 本種の変種バリエーション、オリーガフロープスとしている。これは中国南部にあって日本でも見つかるとされるが、岩月変調はこれを区別は困難として認めない意向のようである。同族の緑姫わらび T ビリデコーランズは全体によく似た植物で、小右辺に柄があること、列変が軸に対して大きい角度を取り、主軸に平行な方向に伸びる点などで区別できる。 他にも、同族の種は多く、似たものはいくつかある。ただし、口述のように近縁でないものによく似た種が、この種には数多い。ヒメワラビの名を持つ植物は、シダ類の複数のトガにまたがっていくつも見られる。それらは確かに外見ではかなり似ており、いずれも緑色の柔らかい植物で、2回以上の鵜上服用の葉を持つ。 本種がわらびとの対比で名付けられたのに対して、これらは本種に似たものとして命名されたものが多い。その結果として、わらびの名を持つものには例えば、荒野わらびや水わらびのように外見的に全くわらびと似てもに、つかないものがあるのに対して、姫わらびの名を持つものは、系統的に遠くとも、見かけではよく似たものが多い。以下に、それらを挙げておく。以下、 主として、岩月編著、P213 巻の、P36 池畑、P108 岩月編著、P213 八島、P178 岩月編著、P213 田川、P112 岩月編著、P213 八島、P178 岩月編著、P213 田川、P112 岩月編著、P213 池畑。 P108 マキノの P17、P34、P38 ミツタ、P161164。ありがとうございます。